はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルベジです。では、今回は信長の野望大使真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。もういよいよね、総武事例が出せるところまでは来てますので、あとはもう一戦二戦と長宗壁を叩いておきたいなというふうに思います。まあ、ここまでね、だいぶ長くかかりましたけど、まあ、ようやくここまでこぎつけたかなというところですね。まあ、その後いろいろアップデートは信長の野望大使自体には入ってはいるんですが、まあ、武将プレイとかね、そういう本当に大きな変更というのはおそらくパワーアップキットとかね、そういった段階で入ってくるのかなというふうに思いますんで、まあ、プレイ感覚としてはあまり、ここまで発売されてからやってきた感じとしては変わらないかなというところですね。まあ、内政面はかなり、まあ、良くも悪くも簡素化されていて、やることは少ないのかなというところと、あと合戦がね、ちょっと陣の取り合いというか、そこに終始するような少し偏った内容になっているのかなという気もしますが、ここで佐竹が手切れか。佐竹が手切れといっても、もう佐竹なんてね、一気に飲み込めるだけの力の差はあるんで、佐竹に宣戦布告して一気に飲み込みましょう。まあ、佐竹は特に序盤だいぶお世話になった、大切な大切な同盟国ではあったんですが、まあ、今となってはもうね、こういうことになるのであれば容赦なく叩きましょう。舞台は3方面から進めるでいいかな。府中城、ここに6万2千の軍勢。出陣するぞ。で、北はどうだろうな。唐沢山、米がなくなりそうだっていう不安を持っているの？まあ大丈夫でしょう。米はいくらでもある。で、北側からも攻め込みましょうということで、本拠、大田城。ここは敵に陣がある上に7万9000の軍勢か。これはちょっと分が悪いな、さすがに。兵糧がなくなる、兵糧がなくなるっていうけど、そんなにでもないでしょう。十分に兵糧は蓄えてあるはずなので問題ない。逃げ道を残すな。一人たりとも逃すな。まあ、順調に軍を進めているという感じかな。そしたらさらに軍を起こしていきましょう。毛利輝元だな。毛利輝元の逃走努力54はちょっとひどいっちゃひどいよね。もうちょっと高くてもいいかな。まあ、あまり戦をしたイメージはないですけど、それでも何万という軍勢を率いる
その経験値っていうのはなかなか得られるものではないですよね。誰でも何万という軍勢を引き入れるわけではないので。荒木村重か、津山城だとちょっと敵が少なすぎて危ないよね。展開できる、いわゆる戦場の上限が少ないと兵力優位が活かせないので、それはできれば避けたいですね。よし、八つ橋は取ったので、信長まだ10万からなる軍勢がいるので、この軍勢はさらに進めていきます。じゃあその信長の軍勢ですが、次どこに進めるかだな。高田、まあ、高田を攻めるんだったらガッサン戸田城に入った方がいい。いや、どっちにしてもちょっと不利な戦いになるね。津山城は一番いいかな。できればね、あの陣を有利な状態で戦いたいので。もうここまで来たらね、もう本当にあとは積むだけの作業にはなってるので、積んでいきましょう。岡山城もこれで取れたかな。まあ盤石の構えで、一時押されに押されていた長宗我部勢も順調に押し返し、逆に削り取っているという感じかな。雪村の軍勢もちょっと動かしたいしな。報告いたします。先月の終始です。まずはそしたら忘れないうちに兵糧を買っておきましょう。取引を行いましょう。取り計らいます。で、軍馬も買えば鉄砲も買うと。確かに兵糧がちょっと心配は心配だな。で、あとは忘れないうちにこれもなんですが、武将を配属しておきましょう。おお、結構配属してないね。そうなると武将をね、前線にガリガリ配備していきたいので配属していきます。まあもうここまで来たらね、あんまり細かいことは考えずに行きましょう。統率の高い武将を上から順に、城主になってなければ、で、あとは小田原城から、本拠地が小田原城ですからね、本拠地の小田原城から武将を引っ張るという形でやっていきます。小笠原とかも結構こうやって見るとそれなりの統率ありますね。そうか、これで上から統率でこうやっちゃうと面倒なことになるんで、所属で大高も結構多いな。大高から適当に入れていきますか。まあ、ここはもう本当に流れ作業になっちゃうんでね、選ぶのは武将の、統率の高い武将だけちょっと吟味していきましょう。石川貴信、ちょっとあんまり知らない武将だな。こうやって見るとでも統率84ってなかなか優秀ですよね。かしこまった。で、さらに空いている城には武将を褒美として捉え、使わしていきましょう。前の忠康、忠康はね、秀吉配下の武将だと思いますけど、板垣信方、この辺りもここまで来るとめちゃくちゃ強いっていう武将扱いにはなってこないからな。
戦国オールスター級が揃っちゃってますからね。あ、トラマサがいるね。トラマサを入れていきましょう。伊藤一等斎がいたね、今。剣閣伊藤一等斎。さあ、これであとは、まだまだいるね。こうやって統率の高い武将を見ていくだけでも結構面白いな。慶順も結構高いね、こうやって見ると。なんかどちらかというと内政向き、しかもどちらかというとあまり戦闘を好まないイメージのある武将だったんですけど、それなりの戦闘力あるな。で、あとは、こんな感じで武将をガリガリ入れていきましょう。直虎は城主になってんだね。あとはどうだろう、福島正成とかって、福島正則の親戚筋とかかな。ああ、三成とかいるな。三成も一国一城の主とはいかなくても一城の主ぐらいになってもいいので、入れていきましょう。いやでもここまで本当に長かったな。あの発売されて割とすぐに始めたのがこの雪村プレイだったので、まあ、まったりまったり例によって全然進まないじゃないかというね、あっちやってはこっちやってみたいなプレイをしてしまったので時間がかかってしまったのはもちろんあるんですが、それにしても時間かかっちゃったな。じゃあこんなところでいいかな。おっと、これやると天下不武になってしまうので、もうちょっとね、長宗壁を叩いておきたいのでもうちょっとだけプレイします。お、佐竹がここでは勝ったか。信行の軍勢4万2000を撃破しましたね。2万7000で。さあ、雪村の4万まで減るか。4万まで減るか。で、ここはどう？長野隊。これ。兄信行の軍勢ですね。これが6500。で、真壁隊が2万か。これちょっとあれだな。勝ち目はなさそうだな。信行側に。もうここまで来ると圧倒的な軍事力を生かしてゴリゴリ押せる感じかな。まあ、でもね、長宗壁もね、九州四国平らげてますからね、大きいですよね。ここもちょっと厳しいんじゃないの？里見義弘。これ、信行軍。これは、義運を失う可能性があるな。おっと、ちょっと待って。今、家康が、ちょっと待ってねって言ってきたので、これをうまく対応しましょう。で、宇喜多秀大7500、雪村4万4000。これはさすがにさ、勝敗の行方がわからないって言っても勝てるでしょう。で、ちょっと確認しなきゃいけないのが、待機しますと言っていたのが誰だったのかっていう話で、信長はここ強行で津山城一気に落としましょう。で、あとは馬場隊だな、馬場隊。馬場隊は蘇郷城を落とそう。いざ参ろう。
で信玄はここを落としたので次へと駒を進めましょう。出陣する。でさらに宋雲の部隊が、宋雲ちょっと数が少ないので下津の方に行くとどうだ、森近の軍勢とぶつかるのはちょっと厳しいな、やめようとなると一旦宋雲はここで待機させるのがいいね。兵糧を無駄に食いますけど、信長は力攻めでいいでしょう。家康だな、ちょっとなまっちゃいましたけど、家康を動かしましょう。高田城まで兵を進めます。ここで荒木村重と決戦か、悪くないですね。であとは兵糧が入ってくるのがもう来月入ってくるのが分かっているので、ここはまた兵を起こしましょう。松永久秀隊か、なかなか強いな。出陣するぞ。いや、ちょっとここが様子を見よう。兵糧が確実に入ってきてから軍勢を繰り出すでも今更感はあるのでいいでしょう。始めます。出陣します。で敵はガラガラになってる今のうちに攻め込もう。佐竹が先に兄の勇気と戦闘してくれたおかげでだいぶ戦いやすい展開にはなってくれてるね。成政か、さっさ成政のいる備中松山城に信長の軍勢を進めましょう。宋雲の1万2000だか7000がちょっと使いづらい軍勢の数になっちゃってるな。お、利家だな、ここは。まあ、圧倒的な軍事力で長宗我部の領地をぐいぐい食ってはいってますが、兵糧に難ありだな。9月で兵糧が入ってくるはずなんで、これでだいぶ楽ができるな。で羅針盤を買ってくれといいでしょう。お金は余ってるからね、どちらかっていうと兵糧の方が危ないので。報告いたします。先月の収支です。おっと、兵糧が入るのは10月だな。これは思ったより取引を行いましょう。兵糧が危ないかもしれませんね。まあ、ただ軍の数は圧倒的なのでこのまま押し切りましょう。雪村がちょっと苦戦してるな。まあ洲本城を取ればそれも9となると思うんですが、包囲するぞ。いざ参る。出陣する。城に頼るようだ。いやー、信玄本当に強い。信玄に任せておけば安心だな。本当に包囲する。取り囲め。佐竹の沼田城か。ここはじゃあ強行にしていきましょうか。佐竹の各城は
ちょっと待ってね、備中松山城、まあ信長だったら勝てるでしょう、間違いなく。無念、一条家の人間を切りましたけど、成政も撃破。そしたら各城で強行にするところは強行へと切り替えていきましょう。まあなるよね。伊沢城は4000しか軍勢が展開できないので、伊沢城は逆に放置した方がいいかな。あえてこの1万の小勢を相手にどうこうするのはもったいないのでやめましょう。で、馬場信春は蘇郷城を力攻めで、どうしようかな。忠次の部隊は為信のこもる城へと駒を進めましょう。でこうなってくると宗雲の宗雲の1万5000が効いてくるな。出陣するぞ。信玄はこのまま包囲させればいいでしょ。で問題の佐竹だな。佐竹の城を取り囲んでも時間がかかるというのであれば力攻めにしよう。まあ軍勢の数ではね圧倒的に有利なので、あとは佐竹義重が出てきたな。鬼義重が出てきた、ここでどう戦うかだ。朝倉城もこのまま行けば信玄が落としてくれそうですね。で馬場信春が蘇郷城を取る。さらに土井隊がさっき伊沢城で雪村を破った伊沢隊ですね。伊沢隊が城から撃って出てくるのであれば逆に伊沢城も取れるかな。沼田城は取りました。中将もダッシュ、順調だな。できればね信行の軍勢も借りたいところですけど、まあ一旦はこのまま先へ進みましょうか。で土井隊を撃破できるよね。これで土井隊を撃破したら土井隊のこもっていた伊沢城を奪いましょう。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。まあ節制に三成、この辺り来るともう申し分ない量稼げますよね。あとはまあ、合戦系ということで野長瀬で合ってんのかな。ちょっと読み方あんまり知らない武将だな。森秀、これにて表情を終わります。これで城攻めの極意、これを取得しちゃいましょう。まあ、ちょうど今城攻めやってるからちょうどいいですね。まあ、この長かった時には大苦戦した真田幸村プレイ、
上級プレイですね。なんとか攻略までこぎつけることができてよかったな。そしたら信玄の部隊をこのままどうするかな。精神を続けるか。いや、精神続けた方がいいね。結局ババノガールとか酒井忠次の部隊も四国の北側から迫ってるので、その部隊をうまく使うのが一番いいですね。でちょっと心配なのが1にも2にも佐竹との合戦なんだよね。ここまでは有利に戦ってはいますけど、この先ちょっと心配なところもあるからな。ついてこい。取り囲め。いやー、信長本当に頼りになるわ。で荒木村重を撃破、中田城が真田方に落ちますね。1万5000とだいぶ数は減ってきたな。ちょっとそろそろ潮時かもしれませんね。松永久秀さすがに強いな。取り囲め。さあ、そしたら総運はもう返しましょうか。戻るぞ。数的にはだいぶ厳しくなってきているかなという印象があるので戻しましょう。で、対佐竹戦線の方は、さっき佐竹隊撃破したことによってほぼ戦いは決まりましたね。さあ、信原が伊沢城を落としました。四国の方はね、そもそももう敵方の城に残っている軍勢の数が少ないので、まあこの程度の数でもある程度戦えますね。さあ、ではこの1年間はねプレイをしていきましょう。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。もう城に武将を配属とかそういう煩わしい内容もいいかな。このまま軍を先へ進めていきます。
今から新しく軍を起こしてもおそらく集結してる間に終わってしまうので、このまま進めちゃいましょう。いや信長だな、やっぱり信長ですね。全ての能力において軍を抜いてるからな。行くぞ。俺に続け。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。甘く見ていたようですね。短期間の間に4つの城を行きましょう。出陣します。行くぞ。出陣するぞ。まあ、佐竹はさすがに兵力温存してただけあって強いね。まあ、城を奪われたわけではないので体勢に影響はないですが、待機します。太助の声がしたね今。さあでは最後の総仕上げといきましょう。まずは信長の軍勢はここは強行にして一気に城を落とします。城攻めの極意も覚えたばかりですからね。家康も同じく城攻めの極意強行を使っていきます。で信玄は中村御所へと進軍。で堺隊は、まあ、間に合うのであれば元山城へ。で馬場隊はここは強行で確実に城を落としましょう。で問題は佐竹だよね。佐竹ここはかませ犬として使おう。田村を踊りに使って祇園城を
大助の音をさせる。よし、ガスさんと道場も取ったね。さすが家康だわ。兵が1万とだいぶ減ってきてはいるものの、確実に落としてくれましたね。竹から交渉か、まあ、ここは飲みましょう。唐沢山城もらえるのであれば兵を引くのはやぶさかではない。いや、ほぼ信玄が四国半分ぐらい平らげてるね。いや、さすがにちょっと信春これ死ぬな。騎乗させよう。戻るぞ。佐竹領から兵を一度引きます。報告いたします。はい、というわけでここまでプレイを進めてきました。もうここまで来ればね、真田家の殿下は揺るがないかなというところまで、プレイの方進めることができます。おお、伊藤一等斎がいたね。今ちょっとさっきお話ししたね。ではここで総武事例を出していきます。
はい、というわけで、ここまでねプレイの方させていただきました。いかがでしたでしょうか。信長の野望は、信長の野望過去プレイ全部やりましょうという企画プレイも今行っています。で、信長の野望大使の方もね、ちょっと企画もので何かプレイはやっていこうかなと思ってますので、お時間ある方いらっしゃればぜひぜひそちらの方もまた覗いていただければというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。